坪井のツボです。まあ、いろんなあの政治家の方々のね、今は、はい、一人一人が、はい、どうするんだ、あのさっきの信頼的自衛権においては、はい、あのこの辺りの人の意見もいろいろありましたし、 そうですね、そして前にもちょっとご紹介した岐阜県議会なんかは、自民党は中央の方ではああ言ってますけれども、岐阜県議会としてはですね、やっぱもっと慎重にすべきだというようなことをね、そうですね、あの意見書を、うん、もうちょっとこう政府に慎重な検討をしてくださいという意見書を、議会で、賛成、自民党の賛成で可決した、うん、まあ、それに対してあの小室さんがもっと地方もお勉強してくださいねみたいな発言もあって、あったし、あの本当に中央の議員さん、そして地方の議員さん、やっぱり政治家たる人たちはですね、今の時にどう思ってやっぱりこうね、政治家として生きているかということは大事なことですけれども、はい、ね、はい、じゃあついでに今その話が出ましたから、はい、この地方の方々のちょっとコメントなんか新聞載ってますので紹介しましょうか、はい、あの大村さんは愛知県のね、はい、大村さんは、うん、あのちょっと急ぎすぎてるという感じがするなという、うんうんうん、今の問題になっているところは全部個別的自衛権の範囲で対処できるので、うん、もう少しこう解釈変更するんだったら国民にもちょっと理解を得てからにした方がいい、とにかく早すぎないかっていうご意見ですね、うん、で河村隆さんは、うん、これはまあ本来はやっぱ憲法変えるっていうのが筋なんだけれども、うん、今の情勢考えるとまあ一定の理解は示さないといけないかなというご意見、うん、で三重県の鈴木英慶さんは、極めて厳格な運用がなされることが重要だというようなことなんかもね、うん、言ってますね、はい、そんな中でそんな中でいろんな方がこうやっていろいろこうコメントされてるわけですよ、はい、うん、ヘンゼルはグレテルさんからいただいておりますが、兵庫県議会の野々村隆太郎氏は13年度豊岡市などを日帰りで195回訪問したとして、政治活動費から300万円を支出した問題で、はい、政務活動費ですね、あなた、はい、政務活動費、政務活動費です、ね、ちょっと原文のまま読んでしまいました、はいはい、県議会で会見し精力的な結果などということで支出の、不当性を正当性を強調したということですね。どっちなんですか、この人の不当性を強調したのは誰ですか、議会があれなんですか、ちょっとこの方の多分正当性をこの野々村県議が、うん、あのいろいろこう使い込んでしないだろうかみたいなことを、はい、追及されて、はい、私はちゃんと議員として活動をやりましたというような正当性を強調した記者会見をこの間やりました、はいはい、やりました、はい、いうことですよね、はい、1年間に195回いろんなところへこう、この豊岡市と書いてありますが、あのもっと言うならば城崎温泉とかですね、城崎温泉なんか温泉に160回行った か、はい、とかで、その辺も全部あのいろんな領収書やないなっていうのが出すべき書類を出してなかったというようなところを追及された記者会見をやったんです が、はい、やったんですが、その記者会見の様子が激しすぎた というような話をしようと思いましたが、前振りが長すぎましたので、こういう人もいるぞというところをちょっとね枕で振らせていただきました。ゆく9時来る10時です。おや、もう9時が終わろうとして新しい10時台がやってこようとしておりますけれども、はい、まあ、先ほどの話に戻りますけれども、集団的自衛権で地方も中央も、うん、政治家の方は真剣に考えないかんときに、うん、この兵庫県議会の野々村さんという人は、ね、はい、なんやらあのお金を別の方政治のために使わないかんのを、なんやら城崎温泉行ったりなんやりいろんなところ行ったりして追及された時の記者会見がものすごいインパクトがあるということで、オカルト寛平さんなんかイラスト入りで、いやこんな派手に泣く男初めて見ました、野々村隆太郎議員ですね、この男の泣きっぷりはすごいですねという、それから豊明のカンちゃんからもね、なんやらこの人って何ですかね、笑えるというかふざけているというかね、何ですかねと、マザードヤサさんからもね、なんかダダッコというような泣き方をして、ドヤサドヤサというように思い、浅見のみっちゃんからもいろいろいただいてますしてね、300万円の支出は何に使ったんやというようなことを追及された時に、何やら言ってましたですね、私もこれ見ておりましたけれども、誰がの投票し、この日本を、日本を、世の中を、
これね、はい、坪井さんが大げさに言ってると思うとね、はい、違うんですよ、はい、本当にこうだったの、ってますから本当にこうだった、はい、なんならね、坪井さんよりもひどい、どんなにやっても勝てへんや、はい、うちの息子でも最近はあんな切れ方せんね、せんね、せんね、はい、でいろいろと我が県のみならずこの日本人の問題じゃないですか、命かけて、あなたにはわからないでしょうね、わからへんわ、わからへん、はい、ね、ちゃんとしかもその理由とかして聞かれた質問に対しての答えみたいなもの言ってませんからね、はい、言ってませんからね、何にも言って、はい、それ答えた上ではないですからね、はい、はい、でまた私これやった時にうちのスタッフが坪井さんこれ真似できるかい、見てこれ力いるな、これまたこの間切符なくしたおっさんも力してたけどこのおっさんもまた力いる、変なおっさん出てきたなと思って私心配してたやん、これ、はい、案の定やらされてるんだよ、本当に、ね、本当にちょっとこの人に集団的自衛権どう思うか聞いてみたい、聞いてみ、集団的自衛権は僕は自分でございます、ユニコ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 アピタイアゴの電子マネーユニコニコ10時です、大事なとこ、大事なとこ、大事なとこ、あーって答えてなかったね、今ね。わかんないもんね、聞いてないから。安倍さんがこの手法取ったらもう、わかんない。ちょっと待って、よかった。安倍さん、首相でそんなとこだったら大変なことですから、やめてください。何も答えてないもんね。はい、僕、コロちゃん、体型さんからも、全問のったら、こうもあきれじさんからも、やっぱりね。もうこれはちょっとね、はい、皆さんもぜひ、どこかでご覧になっていただきたいです。もう本当に。苦笑するしかないというね。そういうことや。はい。ねえ。安倍さんもだから本当安倍さんはあれやろうね、サッカーは日本はずっと勝ち続けてほしかった、うん、ワールドカップ、うん、そうするとその陰でいろいろもっとできたかもわからんというような、あの報道の仕方もサッカーの肉やろうと言ってそんなんで負けんやと思ってた時に、うん、はい、兵庫県にこんなおっさんがおったかありがたいおっさんやな、いや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 、あっちの方に紙面取られるかも分からへんでっていうことで、紙面はそんなには取られない、取られへんの、はい、多分話としては小さい話なので、小さい話ですか、小さい話なんで、まあ、これあれですよ、追及されてることは小さい話じゃないですけど、はい、はい、話題になってる、話題の、なぜ話題になってるかっていうと小さい話なんで、小さい話なんです、そんなに大きくはならないと思いますけど、ほんでも十分やった、安倍さん持ってるかも分からない、いやいやいや、ええ人やな、この人に困ったことですね、本当ですね、はい、はい、というようなことでございました。